ASL 航空フランス、旧ヨーロッパやポストは、フランス共和国の航空会社である。およそ1時間で、旅客便と貨物便の切り替えが可能なボーイング737から 309C を中心として夜間は、郵便、貨物便、その他時間帯は、他の航空会社やツアーオペレーター向けのチャーター便や定期旅客便を運航している。拠点空港は、 パリ・シャルル・ド・ゴール空港である。ASL 航空フランスのルーツは1918年に設立され、ジャン・メルモーズやアントワーヌ・ド・サンテグ・ジュッペリーが務めていた、コンパニー・ジェネラル・アエロポスタルである。その後アエロポスタルは、エール・フランスとなり、フランス郵政公社が、自身の郵便サービスのために運航を開始した2000年に、エール・フランスとは別に、ヨーロッパエアポストとなった。 2008年3月14日、アイルランドの ASL 航空が正式に航空会社を買収した。なお、機体塗装とコールサインはヨーロッパエアポスト時代のものを引き継いで使用している。2007年3月現在の従業員数は400人である。その後2015年6月4日にヨーロッパエアポストの親会社 ASL 航空グループはヨーロッパエアポストを ASL 航空フランスとして リブランドすることを発表した。ASL 航空フランスのボーイング737-7002017年8月現在の ASL 航空フランスの保有機材は以下の通りである。ウィキメディアコモンズには ASL 航空フランスに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。